79.5 Radio Mayhem. Hello, hello, hello. Drive. Monday. Monday. 皆さん、こんばんは。本日月曜日のハロードライブハロドラは、うるつや系な鈴木愛理とふわふわ系ジュースジュースの宮本かりんでお送りします。はい、この番組は月曜日から金曜日まで現役ハロープロジェクトと OG を中心とした日替わりメンバーが深夜のドライブタイムやお休み前の皆さんに夜な夜な今時の女子トークをお送りしていきますということです。はい、さてね、今回の自己紹介のテーマはですね、はい、好きな髪型は自分がするならかっこストレートとか巻きとかっていうねテーマで、はい、尾関舞ちゃんからもらいました。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、私宮本はふわふわ系ということで、はい、なんかなんて言うんだろう、なんかボリューム出す系みたいなことです。はい、ざっくりざっくり。それに伴って鈴木は、はい、うるつや系ということで、はい、ちょっと髪の毛にツヤがある感じ、うん、ウエットな感じ、そういうことです。はい、まあ、以上ですね。なかなかないよね、女子はさ、ちょっとね、そう決めらんないっていうか、なんていうか、坊主はちょっと厳しいかなっていうくらいでね、自分がするならね、坊主は厳しい、もう本当に。でも女子はいろんな髪型ができますからね。本当にこれからあの、ま、周りも暖かくなってきますから。はい、なんかね、なんか大丈夫ですかね。今日も楽しいね。はい、楽しい。びっくりびっくり、びっくり。今日も楽しんでいきましょう。はい、まず最初のコーナーはこちら、ふつおたがかり。イエーイ。はい、このコーナーはそのままリスナーの皆さんからいただいた質問とか、うん、ちょっとこれ聞いてなど普通のお便りを紹介していきます。はい、じゃあまずはこちらです。はい、ラジオネームペッパーケーブさん、うん、ありがとうございます。スーさん、スーさん、私、スーさん、かりんちゃん、こん、スーさん、かりんちゃん、ワンバンコ、ワンバンコ、やばいやばい。やばい。さて、かりんちゃん、ジュースジュース新曲発売おめでとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。はい、おめでとう。セクシーセクシーのミュージックビデオを見て思ったのですが、はい、皆さんピンヒールを履いて踊っていたのですね、うん、回転するフォーメーションとかしゃがむ振りが多いのにこけたり尻もちついたりしませんでしたか。うん、ピンヒールといえば伝説のアイドルグループキュート愛理ちゃんがピンヒールでキレキレに踊っていたのが思い浮かびます。ピンヒールで踊る時の苦労話とか注意していたことがあれば教えてくださいとのことですが、ついにピンヒールですか、ジュース。いやでもですよ、もう5センチとか6センチぐらいなんで。あ、そうなんだよ。はい、で全然、そう、全然あの余裕のよっちゃんと言いますか、別にそんなピンでもピンじゃなくてもそんなに大丈夫な高さだったので、いや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 、そのなんていうんですか、あの9センチ以上のやつを履いてらっしゃったキュートさんに比べれば全然ですね。いやなんか、うん、ここに関してはもう多分キュートに関しては、はい、大きな愛でもてなしてっていうシングル、もう超最初の方のインディーズの曲の時に、はい、あの厚底のブーツをその時から履いてたのね。へえ、なんか慣れときなさいみたいな感じで、はい、履いてたのが多分もう始まりで、もう女性中間管理職っていう曲の時の鈴木の衣装のピンヒールは多分あれ12センチぐらいあるんだけど、やばい、あれはもうね、戦い、もうなんか、はい、踊りやすさを取るか見た目を取るかの時にもう見た目を取ってたの、はい、多分みんなそうなの、キュートって見た目を先に取っちゃって、あとはもう自分たちが慣れていくしかないっていうスタンスでずっとやってたら踊れるようになってきたねって。でもそれでもやっぱり靴の方が踊りやすいよ、もちろん。まあそうですよね、うん、なんかリハーサルの方が多分踊りキレキレだし、うん、それは多分あるとは思うんだけど、モチベーションを上げるためにヒール履くってとこあるじゃん、女の子って。まあそうですね、それです完全に。はあ、かっこいいですね。いや、どうなんだろうね。でも最近なんか後輩とかもさ、はい、なんかちょっと前までみんなスニーカーだった子たちがヒール進出してる子たちいるじゃん、年齢が上がってきて。そうですね、そういうの見るとなんか進出って思う。あ、進出って思います、わかります。大人になってきたなって。うん、いやでもセクシーセクシーっていうねタイトルの曲だったらピンヒール着そうだもんね。そうですね、やっぱでもピンヒールね、すごい足が長く見えるし。そうそう、大事よ。そう、あとはでも何ですかね、私たちはライブ、うん、ホールコンサートのライブでもなんだっけ、ブーツの12センチみたいな、すっごい がっちりしてる踊りやすいやつが1個あって、うんうん、それなんですよ基本。なんでそうだけど、もうこの間ピンでもない、なんか結構太めでも結構怖かったんで、うんうんうん、嫌だなって思います。まだちょっと早いのかなと思います。なんか足の甲ちゃんと固定されてるやつじゃないと。そうですよね、ダメだよね。あの本当に私足の甲幅が全然ないんですよ、うん、アイリもアイリもめっちゃ甲薄。そう、甲薄いし、甲低くなんていうの、甲高い人いる
じゃん。高低高低だし、高低だよね、しかもなんか横も全然ないんですよ。あ、そうなんだ。だからあのなんですか、ちょっともうでっかい靴履くと縦がぴったりなのに横がもうブカブカで、だからあの合う靴がなかなかなくて困ります。めっちゃいい中敷きとか入れてるよ。あの中敷きとかかとになんかグミみたいな。あ、私もそれ入れてもらいました。入れるね。100均とかに売ってるグミみたいなあるんですよ。そうなんですよね。男の子は知らないだろうね。絶対知らないですよ。絶対教えないんだから。教えない。女の子の秘密だよな。秘密です。あれは秘密です。隠し道具。もう確実にダメ、あれは教えちゃいけない、うん。秘密の道具なんですからね。そうです。まあそういう感じだね。はい。黒よりもまあ楽しい方がいいからね。そうですね。すべては、うん。そうです。そんな感じ。はい。ということで続いてはこちらです。お願いします。ラジオネームハムボーイさんです。あら。アイリさん、カリンちゃん、こんばんは。こんばんは。最近同棲を始めた彼氏がいるんですが、うん、一緒に住み始めてこれだけはどうしても無理ということが発覚しました。なんだい？それは納豆です。オーマイガー。彼は毎朝毎晩ご飯には必ず納豆を食べるのですが、私は本当にマジでマジで無理なんです。匂い&見た目が。鼻なちょっと弱い。一緒に住むまでは外食が多かったので食べることは知っている程度でした。まさかこんなに毎日食されるとは思っていませんでした。1ヶ月我慢しましたがもう限界です。何度やめてと言っても聞いてくれません。実家に帰りたいです。どうしたら良いのでしょうか。帰ろう。いやでも実家に帰ろう。これでも遅れてる時点で多分そんなに限界じゃないですよ多分。まあ確かにね、うん、まあそうだね。のろけだよね言ったら。のろけです。なんなん、え、のろけ送ってきたん。そうですよ。何、多分これは8割方実家に帰らないパターンです。そうだね、うん、で結局なんか最終的に自分も一緒に納豆食べちゃうパターンだよね。そうです。納豆好きになっちゃう。本当だよ。もうハムボーイの名前ベーコンボーイとかに変えてレベルアップしたくなっちゃうね。本当ですよ。意味わかんないね本当に。でもなんか納豆嫌いな人って本当嫌いだよね。私納豆めっちゃ好きだからさ、ね、あ、私も普通に好きです。もう全然ご飯とかなくても納豆だけでも美味しいじゃん。美味しいです。私キュートとかはいつもあのライブの日の朝必ず納豆卵かけご飯を食べて、うん、ケータリングのおかずは食べずに。へえ。それでもう行ってたのよみんなで。すごい。ケータリングのとこにみんな5人でそれをこう、そういうメイキングあるから、本日の納豆の時間ですみたいな感じで、へえ、みんなで混ぜてる時間とかあるから。すごい。それぐらい。まあでもそれもあれだね、メンバーに一人も好きじゃない子がいなかったからできたんだけど。まあそうですね。いる？ジュースで納豆嫌いな子。いや、いないと思います。やっぱなかなか日本人はいないはずなんだけどね。そうですね、まあ、嫌いな人は本当嫌いだもんね。そうです。あのジュースが楽屋でそれこそ納豆食べて、うん、であの誰だっけな、あ、そう、カントリーガールズの山木梨沙ちゃんかなんかが入ってきた時にすごい顔したんです、うん、えみたいな、何この匂いなんて。そうだね、納豆って分かってないと結構な、そう、えみたいな、納豆だ、ごめんごめんごめんって結構なお香りがね。そうなんです。同じことがあって、うちらもベリーズ工房の部屋ってめっちゃいい匂いするの楽屋。あ、そうなんですね。もう女子の匂いするのね。化粧品と香水みたいな匂いがするんだけど、はい、キュートの楽屋はマジ納豆の匂いだから。その差がすごいっていつも言われてた。いやー、そうなんだ。まあ頑張ってよハムボーイさん。頑張って。うん、大丈夫だよ。それで別れるくらいの愛情じゃないはず。そう、なんか納豆が苦手だったらなんかなんだろう、何したらいいかね。匂わ納豆売ってますよね今。ああれって匂わないの？匂わない納豆です。あ、じゃあそれにしよう。匂わ納豆をお願いして、うん、それなの納豆じゃないってこんなに納豆好きだと言われるかもしれないけど、そう、妥協点を見つけてください。そうしよう。見た目が無理なのは頑張ろう。はい。うん。じゃあそういうことで、まあ、皆さんからの質問や私たちに聞いてほしいちょっとしたことなどいろいろお待ちしております。ここからは月曜日限定コーナー、本日はかりんの春ドラクッキング。イエーイ。はい、ここでは毎回鈴木愛理さんから食されてるね。今更じわじわ来ちゃったじゃないですか。何があったかは絶対言わないんだから。はい、絶対言えないですけど。絶対言わないんだから。かりんちゃんが絶対言わないんだから。絶対言わないんだから。足の裏の皮を切ってたなんて。これはね、絶対言わないんだけど、ホールコンサート出てるとね、ヒール履くからこうなるんですよ。豆ができちゃうの。豆ができちゃうの。そう、はい、すいません。はい、かりんの花ドラクッキング、はい、ここでは毎回ですね、鈴木愛理さんから食材を提案してもらって、うん、それにぴったりのヘルシーレシピを紹介していきます。はい、私が提案する食材は事前に言っておりません、うん、どんな食材を言っても即興ですぐに答えてくれるということなんですが、うん、今回もですね、リスナーさんからメッセージが届いてますので、そちらにあの答えてもらいたいと思います。はい、ハロドラネーム、チドリンごはんさん、かりんさん、あいりさん、こんばんはっすー。わっすー。かりんさんのハロドラキッチン、ハロドラキッチンじゃないハロドラクッキングで紹介されたので、はい、好きな野菜で即興、
じゃあもう頭が回んない好きな野菜で早速ピクルスを作ってみました。はい、具材は人参、カリフラワー、春菊、リンゴ酢を使いましたよ。お、豚肉は使わないでサラダにして食べましたが美味しくいただけました。うん、さて、今回かりんさんにお願いしたいレシピは春から初夏にかけてのおすすめのジュース過去スムージーがあったら教えていただきたいですということですが、はい、なんかありますか。やっぱりね、春といえば、うんうん、なんかなんて言うんですか、リンゴとかバナナとか結構美味しいんですよ、うん、そうだね、果物がね、果物が、うん、なんでリンゴとバナナ行って、でほうれん草をね、あのちょっと茹でたやつを、ほいほいほい、こう結構サッとでいいですよ。そう、あれですよね、ほうれん草茹でないとダメなんですよね。そうなんですよ、毒素があるので、うん、アクがあるので、こう結構サッと茹でて、うん、で、レモンをねギュッと絞って、で好みで蜂蜜を入れるとめっちゃいいんですけど、それでウィーンってジューサーでガーって回してもらうとめちゃくちゃ美味しいジュースになります。さっぱり系？さっぱり系だし、あとほうれん草って結構リンゴとバナナで打ち消されるんですよ、うん、だけどほうれん草のこの青臭さみたいなのが逆に、うん、そのなんだろう、こってりこう甘いジュースにならなくて、うん、とっても最高なので、へー、そうなんです、それをねぜひ試してほしいなと思います。うわ、じゃあ早速一度りんごはんさん、はい、やってください。どうですかね、皆さんメモ取れましたかね。ね、歯がね強い人はあれです、うん、氷、歯、歯、あの十三の歯、ああ、はい、自分の歯じゃなくて十三の歯ね、十三の歯が強い人は氷入れても美味しいです。ああ、美味しそう、一緒に氷いいよね。そうなんです、溶ける前に全部そう飲むみたいなね、ガーンできたらめっちゃ美味しいです。わあ、もうすぐ飲みたい。鈴木さんちょっとこの前にジム行ってきたんですよ、はい、そしたらすごいなんか今日口が回らないので、はい、もう今すぐにスムージーが飲みたい、はい、ビタミンが欲しい、はい、ということで、はい、星3つを今日は差し上げたいと思います。やったね、星3つは満点ということで、満点です、まあ、基準は星3つが明日作る、星2つがタイミングが合えば作る、星1つが私は作らないけど人には教えたい、うん、星0は他のレシピお願いしますということなんだけど、うん、基本的にかりんちゃんのレシピはね星2個以上は必ずあるのでね、ぜひ皆さん毎回期待していてください。そうね、あとチアシードもねおすすめですよ。おう、お腹膨れる、膨れるから、ぜひダイエット中の方はね、うん、それで夏を乗り切ってはい欲しいですね。はい、ということで今日のレシピは番組のホームページにもアップします。ぜひ皆さんも作ってください。以上、かりんのハロドラクッキングでした。はい、ここでは他にもいろんなコーナーも試してみたいなとも思ってますので、皆さんから私たちにやってほしいことがあればじゃんじゃん送ってきてください。はい、はい、このコーナーでは東海地区をはじめ全国全世界のドラ A 場所やドラうめえものの情報をリスナーの皆さんに送っていただいています。採用された方には社員ポイントを授与、ポイントが貯まれば平社員から5ポイント刻みで係長課長へと昇格していきます。ということで早速紹介していきましょう。はい、ラジオネームデスペアさんからです。はい、鈴木さん、かりんちゃん、こんばんは。こんばんは。かりんちゃんが先日ブログで広島の探偵団情報募集をしていたので送ります、うんうん、先日の広島ジュースコンサートは夜公演だけだったので、うん、昼間に時間ができたのでマツダスタジアムという野球場に行ってきました、はい、そこでその球場でしか食べられないいつも長蛇の列ができる食べ物を食べてきました。それはカープうどんです。私は肉とろのうどんを食べました、うん、黒い発泡スチロールの容器に入っていて、その容器にはカープのロゴが入っていてとてもかっこいいし味もとても美味しかったです。今度また広島でコンサートやるときはぜひ開演前にマツダスタジアムに足を運んでカープうどんを食べてみてくださいとのことです。どうですか、広島何食べました、ルーちゃんの地元。広島はルーちゃんのお母さんがケーキを差し入れしてくれて、なんか広島の美味しいケーキ屋さんのケーキを食べたのと、あとなんかなんだっけ、アナゴちくわみたいなのが有名みたいで、うん、ちくわも食べました。へー、すごくシュールなものを食べたね。はい、あとお好み焼き屋さんにも行って、もちろんお好み焼きも食べたし、うん、ホルモンも食べました。へー、ホルモン、はい、ホルモン超いいな。ホルモン、広島ホルモン有名な、あれです、お好み焼き屋さんにの必ずと言っていいほどあるんですよ、ホルモン。なんでなんでか分かんないんですけど、へー、やばかったです。ホルモン食べまくりました。いいな、大好きなの、あれホルモン美味しいですよね。マジでいいよね、なんかホルモンって意味じゃん、ホルモンって。そうです、そうです。その放っちゃいけないよね、あれは。あれ放っちゃいけない、加工もん。もうほんと絶対保管するもんだよね。保管するもん、食べるもん食べるもんだよね、ほんといいな。はい、まあ、そういう感じだけど、私はなんかサッカーの試合見に行った時に、はい、大学のね同級生が選手になったんだけど、すごい、そう見に行った時に、そこの球場はなんか
ウインナーすっごいあの粗挽きの大きいやつがいっぱい入ってるなんかボックスみたいなやつが有名で、へえ、そうだからそれがめっちゃ美味しかった。へえ、いいよね、映画館とかさ、球場とかさ、サッカーのとか、はい、なんかああいうとこ行くとなんかこうその場の雰囲気、あとさ、うんうん、夢の国とかもさ、はい、絶対ポップコーン食べたくなるじゃん。うん、わかります。ああいうのあるよね、魔法にかかっちゃうんだろうな。そう、かかりに行きたいなって思いますけども、はい、どうですかポイント。ポイントですか、うん、やっぱりカープなんで、あの3ポイントでいいんじゃないですか。あ、じゃあ今日は文字数でカウントされるというタイプの方で、はい、じゃあ3ポイント、3ポイント重要です。重要です。デスピアさん、おめでとうございます。こんな感じで皆さんからの全国世界のドラ A ネタをお待ちしております、うん、現在の獲得ポイントを添えてちゃんちゃん情報を送ってきてください。情報の宛先はhello@radio-neo.jp hello@radio-neo.jp まで。以上、こちらハロドラ探偵社ザワールドでした。ハロードライブハロドラ、月曜日は鈴木愛理とジュースジュースの宮本かりんがお送りしています、はい、ということでここで再びリスナーさんからの普通歌を紹介していきたいと思います、はい、ラジオネームマンハッタンボーイさんです、うん、かりんさん、愛理さん、こんばんは。こんばんは。かりんさんがゲスト出演されたラジオ番組で、うん、雨音に関する話をされていましたが、うん、僕もすごく大好きです、うん、僕は自分が起きている時などに降ってくる雨はあまり好きではありませんが、自分が眠りにつく頃または眠ってる時に降る雨は大好きです、うん、あの雨音を聞くとぐっすり眠れるんですよね。でもかりんさんのように雨音だけが収録された CD までは持っていないので、うん、今度機会があったら聞いてみようかなと考えていますとのことです。え、何、雨音だけが収録された CD 持ってんの？私持ってます。え、それどういう気持ちで買ったの？フォーカスっていうやつなんですけど、へー、なんかすごいですよ。なんて言うんだろう、ザーって言ってる中になんか集中できるみたいな成分みたいな入ってて、なんかピチョッピチャッとか言ったりとか、いいです、めっちゃ最高です。え、それは寝る前とかに聞くの？その勉強中とかに聞くの？あ、でも昔は勉強中に聞いてたこともあったけど、今寝る前に聞くことが多いですね。へー、全然私そういうの興味なくて、はい、でもこの前テレビで、あのつららから、はい、なんかすんごいつららが洞窟の中にある場所があるみたいな、はいはい、でそのつららからこう溶けて落ちる水の音だけを永遠に多分3分ぐらい流してる番組、あの途中で入ってくるじゃん、ちょっとした番組。あ、わかります、わかります。あの流れが多分そういう番組が一個あって、はい、あれが見た回がそのつららの音だけが永遠にポンポンボ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 ンみたいな感じで、あ、それなんか神秘的だなと思ってすごい興味あったけど。いいですよね、集中できるんだ雨音って。うん、みたいですよ。全然私はもう雨音はな、明日雨かと思いながら寝るもん。いやー、でもなんか落ち着くし、あとアルファ波みたいな知ってます？うん、あれもあのなんかそれ、それの CD じゃないかもしれないけど、含まれてる雨音の CD とかもあるんですよ。へー、そうだから研究してる人がいるもんだね。そうなんです、体がね超回復するみたいな。マジとか、え、雨音以外はなんかそういう自然現象系の音好きなものとかないの？イルカの声です、鳴き声。え、怖くない？あれ、あーですよ、みたいな、怖い怖いみたいな、え、怖い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 よ。でもすごいいいみたいですよ、脳に。え、ペンギンの鳴き声聞いたことある？ないです。めっちゃ怖いよ。え、どんなんですか？こうみたいな感じ。本当にマジで、一回キュートのその DVD の収録で、はい、水族館のなんか清掃員の仕事してみようみたいなやつがあって、はい、ペンギンの係だったの、はい、めっちゃ天の方を向いて、はい、めっちゃ怖い声でなんか叫ぶの。全然可愛くないの。可愛くない。ペンギンの声ってこうみたいな、やばっ。ちょっとそうなの。へー、それは多分あんま関係ないからね。イルカはいいんだね、うん、イルカはいいですよ。知らなかったな。ぜひちょっと私もやってみよう。最近なんか寝れないことが多くて、へー、3時とか4時とかまで全然起きれちゃうから、やばい。なんか前ヤナミンがね、ジュースジュースのヤナミンが来てくれた時にスライムのなんか音みたいなやつを聞いて寝るって言ってたの。ヤナミンは、はいはい、なんかそういうフェチ音動画みたいなのを見て。 あります。そうそうそう、 ASMR ってやつですよ。何それ？ASMR なんて読むのか分かんないけど、うん、なんか ASMR、 そう、英語？そうです、英語で、なんか、はい、例えばっていうこの声が、何この声、この声が好きな人がいる、このフェチがいるらしいです。あのささやき声フェチ。へー、だからささやき声でなんかくっといるんです、時々。だからラジオで、あのこのタイミングのここなんかめっちゃフェチいるみたいな。あ、マジやる？それやります、やります。じゃあなんかやろうか。じゃあ、しばらくそんな感じでやる今日とか言って。そうですね、3分ぐらい、うん、じゃあなんかこんな感じで、はい、どんなメッセージでもいいので、はい、じ
ゃんちゃん送ってきてください。はい、絶対これ聞こえないじゃん。これ聞こえてるこれ聞こえないじゃん。これ聞こえてるね。よろしくね、待ってるよなんか微妙だわ。やだ、本当。はい、起きて、はい、起きてね、まだ寝ないで起きてという感じで、はい、じゃあもう一個来てるみたいなので、はい、読みたいと思います。はい、じゃあ私読みますね。はい、ラジオネームトライモンさん。はい、アイリちゃん、カリンちゃん、こんばんは。こんばんは。いつも楽しく聞いてます。うん、ジュースジュースのホールコンサート静岡公演参加させていただきました。行ってます。はい、ジュースの単独コンサートはだいぶ久しぶりだったんですが、うん、めちゃめちゃ楽しかったです。おお。それとともにジュースジュースの皆さんのパフォーマンスがめちゃめちゃハイレベルでびっくりしました。はい、ハロドラの少しお茶目なカリンちゃんとは違い、ステージのカリンちゃんはめちゃめちゃかっこよくて、これが宮本カリンかと目が釘付けになりました。あら、アイリちゃんとカリンちゃんは共にパフォーマンス能力がとても高いことで有名ですが、お互いのステージの様子を見てそれぞれどのような印象がありますかということで、なんかもう大変恐縮ですけどもね。恐縮です。いや、かりんちゃんはあのステージの方が本物の宮本さんですからね。ほんとハロドラの感じだけだと完成しないもんね。いや、そうなんですかね。ステージ込み込みで完成だから。本当ですか。うん、それは思うよ。いや、でも鈴木さんは本当になんて言うんですか、もう喜怒哀楽じゃないんだけど、セクシー、可愛い、かっこいい、やばい、全部できる。やばいやばい語彙力やばいわかります全然できない。あのやばいっていうのは分かってくれる人絶対いると思うんですよ。いえ、いない。あのなんて言うんですか、かっこいい、かわいいだけじゃなくて、マジで動きがやばい時があるんですよだからキモいってこと。いや、本当にそれは鈴木さんじゃなかったら成立しないっていう動きがあったりもするんですよ。分かりますか、この感じ。どういう系、キモい系。キモい系ももちろんなんですけど、いや、かっこいい系でもあのそれ私がやったらあのなんか首もぎ取れちゃうみたいなのとか、うん、あの私がやったらただなんか指舐めたみたいになっちゃうみたいな。いや、私待って、指舐めてないから待ってそういうのやめて。いや、私指舐めたことないからちょっとセクシーなんですよ。もうやばいですよ、指先はめっちゃセクシーなんですけど、私がやるとあの何ですか、切手に乗り付けたみたいになっちゃうよねみたいななんとなくね、うん、言ってること分かりますか、うん、この指の使い方がすごすぎて、うん、いや、 やばいっていう話ですよ。うん、でも本当にあの注意して、本当に指は舐めてないからだいぶ指は舐めてないから本当に私この間間違えて舐めそうになったんですよ、自分の指。何どういう流れでどういう流れで、うちの手をなんかこう口元に持ってこうとしたらなんか、うん、勢いよく行き過ぎてベローンって舐めそうになお口元がお緩いようでもう気をつけてください。本当気をつけます。本当に本当に、ね、かりんちゃんはあれですよ、あの私意外と、はい、あのジュースジュースの初期の頃はすごいあのおとなしめ の、はい、あの色っぽかりんかなんかこうにこやかかりんどっちかみたいな感じのイメージがあったんだけど、はい、最近パワフルかりんがすごいなんか入ってきててあとなんかあの微笑みかりん、何ですかそれ、あの真顔だった曲で急に微笑むみたいな、あーあります、にやつくみたいな、にやつきですね、そうにやつかれたい宮本かりんににやつかれたい人集まれみたいな、そういうそういうねやつ、やっぱ大人になってきたね、やっぱりそういうのが増えてきてるのでぜひ見てください。でもなんといってもジュースはみんな歌がうまいので、ハロプロイチ歌うまいチームなんで、マジで本当あそこにあのお耳に癒しを求めてる方はぜひ行ってほしいです。みんなね個性様々だからね。でまず鈴木さんのことまだ語れないんですよ。ダンス、あ、ダンスサイドのライブの方しか見てないんで、これで私今鈴木さんのパフォーマンスについて言うのはまだちょっと違うと思うんですよ。すいません、すいません。なんかだからもうでも鈴木さんはやばいんだってことだけ伝えてマジでもう見たら一瞬で好きになっちゃうから、なんかなんて言うんですか、あのまだ見せたくないっていうか、まだなんか私知ってるんだよみたいな鼻高で痛い気分ももちろんあるんですよ。だけどもう世間一般全員に知られてほしい気持ちもあるんですよ。やはりかりんちゃんはあのアイドルがコラボするテレビ番組でドアップで抜かれてほしい。あ、なんですかそれ。もうお願いだからドアップで3秒ぐらいかりんちゃんが急に映るっていうコーナーやってほしい。そしたらもう全国のアイドルファンが一気にあのドアップの誰だってなるから、いやそういうねちょっとねちょっと美味しいところをちょっとやってほしいんですよ。いや頼みますよ、本当にもう頼みますよハロプロお願いしますよって感じですね。いやいやいや、はい、じゃあまあそんな感じで、はい、どんなメッセージでもいいのでじゃんじゃん送ってきてください。深夜24時からお送りしてきましたハロードライブハロドラ、そろそろお別れの時間ですがどうでしたか。そうですね、今回はやっぱりですね、うん、よかったなってこの声が出せてそうだね、きっと虜になる人がいたはずって思ってるよ。そうだね、私ちょっと今回髪が散らったから許して
でも鈴木さんのマジ絶対います。私なんてちょっと下手くそなんですよ。なに、嘘、なに、うまいとか下手、うまいとか下手あるんですよ。私結構これ好きなんですけど。マジ、あの鈴木さんうまいです。私は下手くそ。なにそれ、調べてみよう。なんだっけ、 ASMR だっけ。はい、なんか多分読み方があるんですけど、略称なんですよ確か。でも調べてみてください。調べてみるわ。耳かきの音とかの動画もあります。え、微妙くない？それ何、ザラザラザラみたいな。え、怖い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 みたいな、こういう音。なーに、ちょっと調べてみてください。絶対髪こすってるやん。なるほどね、はい、調べてみます、はい、楽しかったね。はい、ということでこの番組ではツイッターで番組に関するツイートもお待ちしています、はい、ハッシュタグハロドラをつけてツイートしてもらえれば私たちが漏れなくチェックしますので、よろしくお願いします。はい、そしてハロードライブの番組ホームページもチェックしてください。レディオネオのトップページのバナーからアクセスできます。はい、ジュースジュースはですね、はい、ブログだったりツイッターだったりたくさんやっていますし、うん、ハロープロジェクトも20周年ということで、うん、たくさん活動していきますので、ぜひ皆さん公式ホームページをチェックしてください。お願いします、続きはですね、5月19日に控えております、ガールズアワードというファッションショーに初めて出ます、ランウェイ歩いてくるのは初めてなので、こちらはモデルとして頑張ってきます。そして5月25日から6月10日までの17日間、コラボカフェが原宿のエリア9にて、出現します。アイリスズキプレゼンツ、DMAF カフェ、サポーテッドバイレイということで、創刊30周年を迎えた専属モデルやってるレイさんのご協力もあって、鈴木の母の秘伝のレシピのランチプレートだったりとか、鈴木が体絞った時に食べてたもののランチプレートだったりとか、あとはすごい好きなね、ピースコーヒーっていうね、はい、コーヒー屋さんとのコラボカフェラテが出たりとかするの、もう嬉しいこと、あ、嬉しいことって言っちゃった。嬉しいです。だからぜひ皆さん、あの鈴木のいろんなものの展示もあるので、はい、17日間の間予約なしなので、原宿にお越しの方はぜひ立ち寄ってください。そして6月6日にはデビューアルバム、Do Me a Favorのリリース、7月9日には初めての日本武道館公演控えております。もっとその先のこともしっかりと見据えて、これからも活動していきますので、皆さんぜひぜひ、詳しい情報はインスタグラム、ツイッター、アメーバブログなどなど、あと公式ホームページですね、チェックしてください。よろしくお願いします。明日火曜日はピンクスレスの夏焼きみやびちゃん、二平優香ちゃん、椿ファクトリーの尾形梨沙ちゃんの3人でお送りします。明日も深夜24時からチェックしてください。それではハロードライブ、ハロドラ月曜日、ここまでは鈴木愛理とチェスチェスの宮本香里がお送りしました。それでは皆さん、また来週。